自衛隊の61年度観閲式が10月26日埼玉県朝霞市の朝霞訓練場で行われました。観閲官として出席した中曽根首相は、部隊を巡閲した後、今後も安保体制を堅持しつつ、さらに効率的な防衛力整備を図っていくと訓示。続いて、陸海空の自衛隊員5200人、航空機100機、車両部隊290両が行進し、防衛の力強さを示しました。また会場では装備の展示が行われました。パレードに参加した地対空誘導弾、装甲車、戦車などが身近に見られるとあって大変な混み方。特に子供たちには61式戦車が人気の的で、行列を作って順番待ちの盛況。愛される自衛隊を目指して、硬軟時代差を示した観閲式でした。